あなただけのプラス10アイドル、指原莉乃です。久しぶりのプラス10すごい楽しみにしてます。はい、ひろじまなつみです。今日はよろしくお願いします。よっ、わーい。ということで今日は一生懸命みんなと暴れたいなと思います。中川遥です、よろしくお願いします。はるこん、イエーイ。どうもー、はーちゃんこと岡田山遥です。イエーイ、イエーイ。今回も始まりました AKB48 プラス10。私たち AKB48 チーム B が毎回毎回楽しいこと、高まることに挑戦していきます。ということで今日は何するの、お母さん。今日は何しようかしらね、うん、この格好に触れないまま始まっちゃうからね。どうよこれ、この割烹着姿。前からそれで売ってきたんだ。そうね、このキャラちょっと売りにしていこうかなって。本当にそこまで、そこまで昭和キャラ言ってんの、マジで。そうだって、もう見てよこの看板とか、この私にぴったりなさ、もうこのぴったりでしょ今日。もう今日私のことをもうフューチャーしてくれてるのかなっていうね。え、具体のフューチャー企画ですかこれ。まさか、まさかの、まさかの、いいの。でも一番下手っていう、そう一番下手っていう、センターに行けないって、ね、行けない、まあね、もう来れない、ね、まあ、でもまあはーちゃんってやっぱ昭和じゃん。だから確かに、うん、そう、どんだけはーちゃん昭和ネタあんのかっていう。そうですよ、言ってるからにはちゃんとしていただかないと、ね、うん、とりあえず私は昭和の80年代のアイドルが好きで、うん、そう、松田聖子さんとか、あ、そうですね、そう、あとは 曲で言うと、うん、あのプレイバックパート2とか、お、恋に落ちてとか、もうその辺の曲が大好きなわけですよ、うん、よくあの昔の大ヒットソングみたいなテレビでやってるじゃん、ああいうのをもう必ずチェックして、うん、でも大体あれで流れてくる音楽は大体歌えるのって。おっ、ついにその本領発揮できるというわけですね。そうなんです、今日は、今日はちょっとね、本領発揮できるわけですよ。AKB48、うん、唯一の平成までなのになぜか昭和キャラっていう ね、ちょっとね、 AKB にはちょっと特殊なキャラの、あんまりいないキャラなんでね、うん、ちょっとバンバン押していこうかなと思います。行きましょう。今回私がこんな格好をしているのは、うん、あのね、今いる私たちがここにいる場所で、うん、昭和の雰囲気がね味わえちゃうんだって。え、平成ですか。そう、平成だけど昭和の街をね味わえるみたいよ。ちょっと、じゃ、本当の本当にスタッフさんもはーちゃんフューチャーみたいな企画じゃん。片山企画、片山企画なの、うん、おー、ということは私たち3人が今日は片山家の娘になるってことですか。ってことは、ってことは、はるかもはーちゃんの娘になるってことは、うん、片山はるかになるってことだ。そのままやないか。そのまんまやないか。ないか。ないか。そのまんまやないか。何このツッコミね。そう、というわけなんです、はい、じゃあみんな片山家になるってことですね。そう、私たちの娘ってことですね、はい、はーちゃん、もうなんかもうだんだん本当のお母さんに見えてきた、うん、本当そんな感じする、うん、今日はちょっと私についてきなさい娘たち。はい、なんでそこ、はい、乗り切れたかな、ちょっと、はい、もう一回、もう一回、もう一回、いいよ、もう一回やったらもっと乗る、うん、ちゃんと子供っぽく、ちゃんと頑張って行くわよ、子供になる。それでは子供たち、来なさい、お母さん。それでは今回も元気に始めていきましょう。 AKB48 プラス10スタート。お母さん、いやね、今日は昭和のいろいろなものを見に行くんだけど、うん、昭和といえば何を思い浮かべる？なんかね、うん、昭和といえば、うん、かあの頃に戻りたいみたいな、なんかそういう気分、なんか昭和の頃 に戻りたいなんか行ってみたいとか、そういう気分にならない？昭和って聞いたらね、そう、なんか懐かしいものってこと？じゃあ、うん、なんかそういうのを感じさせられるよね。サッシーなんかないの？サシャラ？サシャラはですね、なんといっても私漫画がすごい好きで、ああ、そうなんだ。こっち亀の、うん、大体そうだな、50、60巻までかな、までの頃が昭和に出た。なんか絵がね、シュッとしだすんですよ、いきなり。68巻とかも割とシュッとしてて、うん、へえ。で昔の、昔の絵かな。え、じゃあ、ごちゃって横あんまりね、なんていうの、綺麗な絵じゃなかった。なんか、あ、うまい、普通にあれなんだけど、なんか
綺麗な映画館だよね。そうだね、今ねとなんか整ってる、整ってる、女の子とか可愛いの、可愛くない。そう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 、うん、私昭和といったらなんか、うん、あのなんだろう、麦わら帽子に鳥かごにこの網持って、うん、あ私あとまた漫画で申し訳ないんだけど、うん、あのね、ちびまる子ちゃんはね本当に昭和を感じる。あーあ、ちびまる子ちゃんと来たらそうだね。その時に出てたアイドルとか、あー確かにマッチーとか、そういうのとか出てるから、ね、そうそう、いや本当さ昭和ってさ、うん、めっちゃいいさ時代じゃない。確かに、ね、なんかね、うん、私も生まれて見たかったなって昭和の時代に。あーギリギリ平、みんな平成なんだよね、うん、そう平成2年だしね、だからもし昭和だったら今21とか2とかそのくらいだよね。待って、何どうしたの。だからこそ、だからこそ今昭和なんでしょ。あのね、だからこそ私たち平成生まれは笑わないで、はい、だからこそ平成生まれは昭和に憧れるの。わかる、わかる。いや暑いですし、暑いよ、めっちゃ暑い、熱気がもうね、はーちゃんより暑いもん、もうでもね、そんなね暑いサッシーにね、うん、ちょっとね、うってつけの場所があるから。え、そ、どこ、ちょっとそこへ今からちょっと内緒だけど、い行けばわかるよ。ほんとに、じゃあもうラッシュで、ラッシュで行こう、ラッシュで行く、ラッシュで行く、はい行きましょう、行きましょう、行きましょう。はい、というわけでまず1個目の昭和の雰囲気を味わうということで、はい、青梅赤塚不二夫会館に来ています。イエーイ、見てよこれ、おバカボンパパですよ。いいっすね、いい反り具合です。ここがいいね、いい反り具合ですね。さっきモデルフォン撮ってたじゃん一緒に。そうだ、決まってる、決まってる、超決まってる、超決まってる。でもね、でもね、そういう編成っぽいの今日いらないんだ。いらない、ごめんね、今日そういうのいらない、うん、そう昭和にいなきゃいけないから。難しいな、昭和。というわけでね、まあ、はい、早速ちょっと中に入ろうじゃないかというわけで、はい、はい、チケットとパンフレットね、お母さん、はい、準備がいい、さすが、そうそう、お母さんありがとう、お母さん、ね、ありがとう、お母さん、中に入るために、はい、じゃあ今日お母さんで行くか、うん、お母さんでも、あ、もう早く帰りたいんですけど、早く行きましょう、早く行きましょう、いない、子供たち大丈夫、大丈夫、大丈夫、じゃあ早速行きましょう、あ、はい、お願いします、お願いします、ありがとうございます、よし、よし、みんな浮かれすぎてうるさくしてダメよ、はい、そうだよ、はい、ハルゴンが言わないの、そういうの、ハルゴンは言わないの、おー、え、私も大好きなんです、これこの景観が大好きなんです、私本当に好きなの。え、何この漫画、みんなマネさんちょっと見てもらって、恋愛不足ちょっとぶっちゃけ、マジ足りない、やってきて、誰がするの、えー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 、あ、あれ、カメラ、カメラ、カメラに教えてあげないの、そう、本当、そう、うん、いいと思う、よかった、でもさ、やっぱさ、みんなさ、IQ はあるよね、すぐ顔ね、うん、IQ ある、IQ ある、IQ ある、歯がいいと思う、この、なんか、2本しかないの、あ、こっちのが私知ってるよ、あ、こっち、レレレレのね、掃除の、ね、声の声で、レレレのね、レレそんな可愛い感じないよ、もっと激しい、ブー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 かぶなんか全然、いいな、おかしくないみたいになっちゃうから、彼もそれかぶってきちゃった、オッケー、もう、カメラさえダメな人に声で最後かん、博物館だからね、そうだよね、え、これさ、もしかしたら全部のさ、キャラクターあるの、あ、そうかもね、こんなにいるんだね、誰知ってる、知ってるのは、うん、このバードですよね、あ、もう、あ、ママだ、ママさん、うん、え、なんかあの頭にリボンつけてることが可愛いんだけど、あ、可愛い、うん、なんかさ、うん、これ、これもしかして違うかもしれないですけど、これってあれじゃないですか、ニャラメンみたいな、あー違う、でもなんかどっかで見たことある、見たことある、すごい記憶にある、完全に勉強不足です、え、うなぎーのはなんて言うの、うなぎーのは喋んないじゃない、喋んないんだ、うなぎーたまにつなぎで出てくるから、つなぎ、うん、あー、つなぎすごいね、そうさ、なんか全体的にどっかしらでさ、見たことある感じね、どっかしら見たことある、ね、うんうんうん、ね、昭和、3日見し、あ、え、写真が白黒だ、でもさ、昭和ってやっぱり白黒だよね、写真ね、そういうイメージある、ね、これ、赤塚さん、あ、真ん中が、あ、赤塚さん、すごい、整った顔です、ね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 、うんうんうん、あ、本当にうちら
甘いな、うちらのやつやっぱ、うん、足りない、この、この上のこの手を揃えて、ね、ちょっとせーの、せーの、しーせーせー、これできてる？結構うちらの角度、え、良くない？まあ、やったとこってなんてわけがないですけど、まあね、気分がね、うん、え、この髪の色がわかる、この昭和感、そうだね、昭和っぽいね、もういいね、この、この看板、こういうね、はちゃん、まあいいね、桜フィルムとかさ、もうちょっとさ、すごい好きなんだよね、はちゃん、懐かしい、やっぱ懐かしい、ちょっとね、懐かしい気分が昔を思い出すみたい、これいいじゃないですか、これなにこれ、変身漫画、変身漫画めくってやる、ちょっと、はるこも遊んでみてよ、あ、これ普通じゃん、あ、な違うのに、あられるよってことだ。下もさ、これを変えたらいいんじゃない、うん、下これにし、下これにし、あ、そう人面魚、さっきさ、学生なのにさ、親父がびっくりしちゃったんだけど、これこれやばいね、ね、これ見てプロポーズの親父、あ、かわいい、かわいい、かわいいね、うん、かわいい、お、写真があるの、へー、すごいね、え、昔ってこういうサングラス流行ったんじゃない、あ、え、あ、トモリさん、トモリさん、すごっ、タモリさん違う、こっち下のもタモリさん、うん、これもタモリさん、これ全部タモリさんだよね、このサングラス、すごい感動的、なんか、へー、今のサングラス違う、ね、やっぱ昔の昭和、タモリさんってなんかこういうのしなさそう、割と預けてますね、そうなんだ、すごい、タモリさん、赤塚不二夫さんのいいです、そうだね、赤塚不二夫ファミリーだ、あ、グリコ、あ、これ大阪っていう、あ、これ超悔しくないですか、こうやってみんなでイエーイって、ちょっとバカな顔なのだって言われて、あー、これ超悔しい、悔しいね、悔しいな、ちょっと後でちょっと計算したいですね、トロントロ、後で、あ、これはこっちから見たらこうで、あ、こっちから見たら絵が違うっていう、そうなの、本当だ、本当だ、あ、本当だね、あら、こっちは何これ、あらら、お、ミニチュアな、え、トキワ荘、あ、トキワ荘って聞いたことある、あ、トキワ荘聞いたことある、こういうの好きなメンバー多いですもんね、うんうん、フィギュアとかね、中がね、すごい凝ってるよ、本当、中に人がいるの、あ、本当だ、すごい、あ、これ知らないキャラクター多いから嬉しい、あ、あ、ね、あ、さっきの、あ、やろめ、こっちが正しい、こっちが、こっちがにゃろめの方、にゃろめの方です、あ、やっぱパパね、パパね、パパ、パパ、うん、この子が一番有名じゃないですか、うん、そうだね、うん、一番知ってるかもしれない、あ、トレレレのおじさん、あ、そうだね、うん、私はね、やっぱね、好きなのはうなぎ、あの、あ、私はあの一番仲いいって言ったら変な言い方なんですけど、チーム A の北原理恵ってすごい似てるって言われて、すごい親近、すごい親近感湧いちゃうんですよね、うなぎ犬見たら、で普段もうなぎ犬の T シャツ着てるし、だって奇跡の愛の結晶だってよ、そう、これ、本当だ、これなんかもろそのまんま名前が、うん、メンタルつながりのお前さん、面白いね、面白いね、はい、1階に上がってきたけど、はい、今日は何が楽しみ、楽しみあるかね、ね、あれ、え、なんかお部屋が、お部屋がありますね、あ、トキワ荘の再現ってことかよ、ほー、昭和だね、はい、テレビシャブ台とかがすごい、すっごい昭和だ、なんか、あ、なんかシャブ台バーンって切り返すのがそう、ね、この感じ昭和ですね、なんか、うん、青を積み重ねて作った貧乏人で、光が足りないから日光が当たるように、あだってこの電気で足りないもんね、裸、ね、だもんね、うん、あ、絵がこれなんかいっぱい、あ、すごいね、ここ広い、え、これ実際のものですか、机って、え、触ったか、ちょっと、え、何、え、ね、多分あれですよ、多分本人が使ってた机ってことじゃないですか、すごい、すごい、ちょっと関節手触りです、田山さん、どういうこと、平成じゃないですか、完全にね、こういうの取り入れつつなんですね、取り入れ、昭和と平成の、コラ、昭和と平成の狭間にね、うん、まあね、いいね、
ハルコ自由すぎるでしょ、ハルコちょっと、いきなり無口がない。すごいの、これやるなら言ってからやってあの、うん、これパソコンは、うん、バカボンのページみたいになって、うん、すごいなって思っただけ。触ってた、もうつい触ってた、つい何枚まで触っちゃった。これ見て、つい、あのこの机に触れるついでに触ってた、やっちゃおうっていう言おう、とりあえず言おう、その自由さをね、サッシーが止めていくっていう、うん、もうチーム B の中ではもうサッシーしかもう春も止められないっていうことになってますから、なんか知らないのにお世話係になってたね、でも春子はブログで勝手にサッシーのこと姉妹とか言い始めて、そう、私知らないうちにお姉ちゃんにされてた気づいたら年下なのにお姉ちゃんみたいな、びっくりした、ね、じゃないあ、見て見て、本物本物、わー、シーが、この歯のいい、いい角度、この角度がいいよね、この歯の、いやすごい、ね、足の角度が違うね、やっぱり、え、うなぎのステーション乗ってるよ、死ぬ、死ぬ、うなぎの最後、え待って、こういるじゃないですか、うん、ポン、ポスリって面白いこと言ってすげえ笑って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 笑い死んじゃったすげえ笑った結果笑い死んじゃった。うなぎ犬のさ、しかもあのおまわりさんの言葉を編集部に教えてくださいで終わってますよ。でも私ずっと不思議なのが、うん、うなぎ犬のこの唇はうなぎと犬のどっちから来てんだろうっていう、確かに言われてみれば厚い唇、うん、どっちでもないじゃん、だってこれはでもうなぎじゃないの、その牛は、うなぎなんすかね、言う、ぶっちゃけ言うほどうなぎと犬の狭間でもないし、はい、牛の生き物だよね、尻尾がね、尻尾がうなぎかなみたいな、あー、おもちゃがいっぱいある、あ、ほんとだ、秘密のハットちゃん、え、あ、秘密のハットちゃん、あ、この顔面、私たちの世代、平成の顔です、これがテクマクマイコン、テクマクマイコンだ、なんとになーね、みたいなね、うわ、でもちっちゃい頃こういうおもちゃで遊んでるよね、やば、欲しい、こういうのすごい欲しがってたの、昔、うんうん、ね、やばい、トースター欲しい、このトースター、ああ楽しい、こういうの楽しいよね、うん、え、あ、私これ持ってる、嘘、え、メルメのなぞなぞ、嘘、ほんとほんとほんと、すごい、あー、すごいすごい、もうつながりが昭和から平成までね、すごいですね、てか赤塚さんで漫画だけじゃなくて本当いろんな本を出してるからね、うん、ね、すごい、でも平成まで続いてるってことはさ、みんなに、何の世代でもみんなに愛されてるんだよね、そうだね、赤塚不二雄会館、すっごい楽しかったね、本当ね、楽しいですね、楽しかった、どうだった、サッシー、私はですね、なんかいろんなパネルがあったじゃないですか、うんうん、私パネルが大好きで、うん、あ、いるいるいると思って久々にすごい高まりました、最高です。なっちゃんは、私はあの時盤荘の地点模型みたいなのあったじゃん、うんうん、あれが本当に凝ってて、で中に人もいて、でその人は誰とかもさえも書いてあったじゃん、それがすごい面白かった、あね、アルゴンは、ね、髪の色がなんか昔っていうか昭和っぽくて、なんか、あ、今にない髪の色だなって思いました、確かに、うんうん、ね、そうだね、そんなお母さんは、お母さんはね、いやもうあの建物自体がもうね昭和レトロな感じでね、すごい高まっちゃったんだけど、うん、あの昔のおもちゃ、うん、秘密のアッコちゃんとかバカボンとかのおもちゃのあたりが本当にやばい、本当に欲しい、うん、本当マジ欲しいと思って、あ、もういや、よかったね、あそこはね、そんなことよりここに昭和って書いた建物があるんですよ、ね、もうこれ最高の昭和が得られるんじゃないかと思うんだ、お母さん、そうね、まず連れてって、お母さん、早速行っちゃいますよ、お母さん、どうぞ、今日は AKB48 プラス10、早速ね、チケット、はい、お願いします。いや、なんかね、この今チケットを渡してるところの雰囲気がね、もうやばい、なんかこれいいね、なんかもう昭和の感じができて、ほんとにこの感じがやばい、どんどん見て、どんどん見たい、うん、早速オープンに、いや、匂いも昭和ですね、なんか ね、 なんかね、この落ち着く匂いっていうの、ね、落ち着く、え、落ち着く、落ち着く匂いがね、落ち着く匂いなの、そう、お母さん的にはちょっとさすが昭和の、うん、そう、あ、こういうのもなんか昭和っぽくていい感じですね、え、あら、この、ねえねえ、わかる、これわかんないんだけど、知ってるよ、それわかんない、全然、え、これね、うん、0を、例えば1,2,3 でかけたいときは指を1のとこに置いて、でここまで持ってくの、うん、で戻ったら2をこう、へー、で3、じゃあ0もできたら、
そう。へえ。さすが昭和。私これ使ったことあるから実は。そう。さすが昭和。見て。母ちゃんのお母さん。ああ。ああ。やばいやばいやばい。お母さんそういうの大好きだもんね。お母さんダメだよこういうの。お母さんダメ。いや。うわ。素敵ここ。素敵ね。本当。うわやばいやばい。ええ思ったがすごい。やばいですよ。お母さんは駄菓子大好きだもん。駄菓子大好き。ね。ね。あ、ちょっと、春子こういうの好きなんじゃない？あ、知った。春子食いつくね。ちょっと、見たいよ、お母さん。お母さん見たい。そんなに見たいの？そんなに見て、見たい。じゃあ、いいわよ。お母さん座って。お母さんも座るの？お母さんも座るの？いいの？じゃあ、春子にちょっとお願いします。お願いします。はい。始まり、始まり。風のように現れる正義の味方、黄金バット？髪？ハテナ。ないじゃないか。え？おおお。よいしょ。ちょっとでかい。やばいよ。よいしょ。全然読めないよ。ハルド。最近。お母さん手伝いみて。最近なんだろうこれ。最近某国による核実験、核実験が頻繁に、お母さんに読んだの？頻繁に起こり、島の要望も変わってしまった。抑揚がない。うん。突如ドドンザラーン突き上がる火飛び散る岩石その中からグワーグワーと飛び出た怪獣一緒に見ますか怪獣バイ一緒に見ますかどうぞはい眠りから覚めた怪獣は北に向かって進んでいくあどうですか見てきますか紙芝居です紙芝居あ、ありがとうございますやがて怪獣は東京湾に偉大なる姿を見せた人々は驚き叫んだおーゴジラだ港は大騒ぎ、うん、おおいきなりなんか激しいいきなり激しい色使いがねドドーンバッ、ね、炎が立ち上った面白いですか良かったですこれに立ち向かう日本目標ゴジラ総攻撃シュードドーンバリバリこんなやばい怖いちょっと怖いよ絵柄変わりすぎるぐわーゴジラの声シュル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 バーンバリバリバリなんていうのかえマジかいちょっと自衛隊は戦撃て撃てやっと出てきた主人本日の主役があっあれは黄金バットだ突如風に現れた正義の味方黄金バットはははゴジラよなぜ日本を攻撃するのだ日本には核兵器は一つもないのだお前は間違っている何間違いださっきのシュルルって言った時に割と日本語喋るかもねそうまだ攻撃するのかバットよくわかった許せもう攻撃はやめる黄金バットはこうしてゴジラを説得して戦いは終わったのであります隠してゴジラと黄金バットは仲良くなり日本のために尽くすことになりました万歳ゴジラよさらば元気で暮らせいつかまた会う日まですごい難しい字がありますこれで日本も平和が続くだろううわこれ読めないよえこれ小島に帰っていくみたいなんじゃないの本当に多分ねいやなんかね昔の字しっかりしてる昔の字使ってる昔の字使ってるこれ以上終了ですおしまいおしまい素晴らしいありがとう素晴らしい素晴らしかった素晴らしかったですね。ハルゴ、ハルゴ、ねえ、ハルゴ、アイスないの、アイス。アイス。アイスよくあるじゃん。アイス売ったら食べると。水飴みたいな。ないですよね。もうね。そう、売ればいいもん。売ればいいんですか？すごい、コカ・コーラが。目の前にコカ・コーラが。え？コカ・コーラ。こんなに色々種類あんの？缶が全然違うね。ニシンが。え？すごい。お母さん、お母さん。ニシンが。あー。スムータイプだ靴すごい机にくっついてるなんかこれ回してやるの机にくっついてるのってさ小学校のさ家庭科室以来のあー確かに確かにねついてるね見たことないちょっとお母さん買っちゃってよ
あの、なので夜なべしてください。じゃあ、娘たちのためにお願いします。なんか出んの？え、すごい似合いそう。で、似合ってるよ。似合ってる、めっちゃ超似合ってる。やばいやばい、これ写真撮りたい。さすが昭和。これね、こうなんかこういう感じでやってるんだよね、確かね。へえ、すごい、このね、この割烹着がいい感じにね、いい感じ、やばい、こうやってやってる。さすが、すごいな、さすが昭和。よかったわ、お母さん、お母さん、認められた。すごい昭和なのがあるよ、いっぱい。うん、え、何？すごい昭和だよ、こっち。ちょっと超昭和、やばい。こっちの方は何？看板が ね、すごいね。え、おもちゃがいっぱい、めんこがある、すごい、本当だ、めんこ、めんこで遊ぶことある？めんこすごい、ある、ない、全然ある、な、私もないんだけど。ベーゴマと中央のも、あ、ベーゴマ、ベーゴマ行ったことある、ベーゴマ行ったことある、家に前、なんかね、そうよね、いいね、これもう、これなんか使った感あるね、錆びてる、これね、これずっと持ってたの、このシャービックってやつ、最近売ってないなと思ってた、この間セブンイレブンで売ってたの。そう、売ってた、売ってるよね、メロンと一緒だった、美味しい、美味しい、そうそうそう、なんかさ、すごい、なんかいいよね、昭和っぽい、あのなんか氷の氷の器みたいなの入ってんだよね、そう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 、懐かしい感じ、こんな昔からあったんだ、ね、あ、これさ、これ、今でも売ってない、定番的な感じでね、あ、椿油、そうそうそう、あ、ね、あ、湯たんぽ、湯たんぽ、あ、これ私は未だに使ってますよ。え、この形、この形、プラスチックで今、あ、新しくなって、あ、なんかいろんなキャラクターとかで、そうそうそう、あ、ね、こっちってキャンディーキャンディー、あ、あ、私このお弁当箱使って、これのセラムの、セラムの、ほんとに、マジで、この金のアルミ、アルミっぽいやつ、へぇー、そう、あ、このアース渦巻き語り線、あ、持ってる、未だに使うね、これはね、今さ、墨汁だけどさ、こうやってさ、やっこれ、ね、墨汁忘れた時とかなくなってる時って感じ、あー、やーれー、なかなか薄いんだよね、そう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 、あの濃さが出ないの、出ないね、難しいんだよね、いろいろ見てきたけど、一番これが昭和だって思うようなちょっと商品をさ、ちょっと探しに OK 行きましょう、できる、うん、はい、じゃちょっとみんな探してきて、はい、いってらっしゃい、もうそろそろ時間ね、ちょっとみんな呼びたいと思います、みんな集まって、はい、はい、集まって、集合集合、お母さん集まったよ、お母さん、はい、早く早く、はい、みんな昭和な商品を見つけました、はい、見つけた、 OK、 じゃあちょっと誰がちょっと誰から行こうかな、じゃあ、じゃあなっちゃんから、なっちゃんから、じゃあなっちゃんちょっと、私の見つけた一番の昭和だと思うものはこれです、コメントさんの実写版のボールなんですよ、今どきこんなないじゃないですか、実写版を、確かにね、ビーチボールにするなんて、これやばい昭和だと思います、いい昭和だ、いい昭和、衣装も昭和、確かに確かにね、微妙で、そう、ちょっと意外昭和でした、ナイス昭和、ありがとう、じゃあ次、ハルクも、ハルクが行く、うん、ハルクがさっき見て思ったのは、うん、これはないなと思った、ないな、ないな、平成にこの芋飲料、これは見てて、うん、あ、飲んだことないって思った、やっぱね、焼き芋排除飲料違うな、ね、ないな、ね、ないね、ないね、ハイセンスだね、ね、ハイセンス、じゃあ次、サッシー、サッシー、最後に、私が見つけた一番の昭和は片山さん、お母さん、やっぱね、この中にいてもやっぱ一番昭和だと思います、やっぱり、うん、一番昭和でした、本当ありがとう、サッシー、やっぱ、そうだよね、そう、サッシー、すごいもの見つけたね、うん、やっぱ一番ね、なんだから昭和だと思います、ね、うん、目の付けどころがやっぱ違う、ね、ありがとう、さすがよ、あ、ありがとうございます、はい、というわけで、なんかね、もう一個ね、うん、昭和を体験できるね、うん、こう場所があるみたいだから、うん、ちょっとそっちに行きたい、行きたい、行くよ、え、お母さん連れてって、ね、あ、いいよ、いいよ、じゃあ、早速行っちゃおう、どうぞ、お母さん、シュシュポン、シュシュポン、続きまして、はい、こちらですね、次はこっちも、ちょっとね、行ってみたいんですけど、一見普通のお店みたいじゃない？ね、だって駄菓子とか中もね、なんか ね、そうなんだ、だけど、うん、この奥にね、うん、どうも昭和が潜んでいるらしいので、うん、ちょっと早速、行ってみましょう、ガンガン、ガン、お願いします。何が潜んでるのかな、ね、説明書ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。説明書もらった。説明書もらいました。お願いします。
なんかすごいよ。左側下。お。昭和よ。昭和。昭和や。昭和やで。早速。ミニチュアが。お。ミニチュアいいね。あ、なんか明かりもさ、オレンジっぽくてなんかすごいね。ジオラマ。あ、後ろもすごくすごい。こちらすごい。こっち何これ銭湯？え、銭湯温泉か。銭湯じゃない。大きいねめっちゃ。ね。私こっちがすごい好きなんか。あ、いいね。いいね。おでん屋台が。いいねこれ。ね。すごい昭和や。映画看板ギャラリー。おお。あ、お祭りだ。いいな。本当だ。すごい。え、七味唐辛子とか何これ。え、不思議。お面って言ってもこういうお面じゃないよね今。昭和ね。昭和違う。このあのなんだっけ、あのひょっとこ、ひょっとこみたいな感じ。不思議。昭和や。まずもっといく、どんどんいこう。うん。え、すごい。夕暮れだね。やっぱさ見てて思うけどさ、昭和の建物って木だね。木だね。全部が木。最後はそのなんかさガラスもさすりガラスっていうのなんかね、学校とかこんな感じだから。あ、駄菓子屋さん、駄菓子屋さんじゃん。あ、おばあちゃん、おばあちゃん、母ちゃんみたいな人がいる。母ちゃん、え？どこに？誰よ。でもさ今のさ駄菓子屋さんのおばあちゃんでさ、あの着物着てる人ってそういないよね。すごい。え、何？身長と同じくらいあるよ。あ。帰り20面相の、あ、何これ、カメラさん、こっちに帰り20面相いますよ。ほら、見て、ほんとだ、すごい凝ってる。この間映画でさ、帰り20面相やっててさ、似たのこういうの出てきたよ。ほんとにめっちゃ天井も高いって。女の人だって大体さ、ほんとだ、わーってなって、リアル。これ大分にめっちゃある光景。なにこれ。あ、大分にすごいある光景、すごくしてる大根。あ、大根これ、うちの近所もね、いたでしょ、大根か。かっちゃん、千葉だよね。千葉、なんかね、大根干してるね、家みたいな。それ大根か柿だよね、干し柿。そう、干し柿。干し柿は見たことあるけど、大根は初めて見た。すごいね。これリアルに私見たことない、こういうの。あるかもない。なんかテレビの映像でしかない。あ、都会っ子やね、やっぱね。これなんでさ大根干してるのかな。冬支度って書いてあるよ。大根って干したらあれじゃない、長持ちするからじゃない。そうなんだ。それか大根は冬に取る季節だから。三巻もあってね、すごい昭和の気分すっごい味わえるよね。確かに。なんかね、昭和が大好きになってた。ね、本当？本当。あ、でも楽しかったから。大好きですね。私もなんかこの昭和のなんか平成にはね、なんかのんびりした雰囲気っていうのが羨ましい。昭和にちょっと行ってみたいな。確かにね。でも待って、このね、平成にもきっと、この街にきっとまだ昭和があるはず。おー、そうね。リアル。ガー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 。 AKB48 プラス10。じゃあ早速昭和見つけに行っちゃおう。あレッツゴー。ダメだ、2人だけ。いいの。じゃあさ、ちょっとこの辺でどっち行く。右が左が、なんか右のが栄えてるっていうか、小学校なんか、あのちょうちんとかなんか、そっち行くとなんかちょっと山的な。そうだね、こっち行きたいね。私はどうしてもあれが気になってしまう。なに、ダメ。私ね、こういうの大好きなんですよ。招きね。ダメみたい、弱いみたい。公園リニューアル、遊び具は大切にしてほしいにゃん。遊び具、どこ、こういうのだよね、きっとね。これほら、これとかさ、こんなのくぐっちゃったりして、そうそう、なんかわーみたいな、やってわーって、それわーって手を出す、なんてちゃう、わーっていう遊び、っていう遊び。あ、これ遊具だよ、遊具、遊具、遊具、最高の遊具です。旅館の公園っていうか、そういうの行ってみたいの。私行ったことなくて、あの、なんかのび太くん、そう、のび太くん憧れる。え、なんかちょっと親と喧嘩した時はあそこにこもって、そうちょっとさ、ちょっと行ってみて。本当に、なんかさ、こういう絵のさ、看板多いね、いっぱいあるもんね。なんか多い。あら、こういうのもね、昭和っぽくていいっすね。祭り、
この学校、これうちある。お祭りのやつ着たことない私、あるかね、よく着るのこれ、子供用のやつあるんですけど、あね、こういうのね、よく着るの、着る、あるの、この立つ、え、こういうの着る、着るマジかっこいい、なんかここめっちゃ昭和、なんか塗り絵とか、だってこれさ、ね、東京に来たらさ、文房具屋ってあんまないじゃん、大分ってめっちゃ文房具屋あんの、この手書きがまたいい、そう、いいやつ、そう、わかる、ベーゴマだってよ、母ちゃん、え、ベーゴマ、ベーゴマ売ってる、ね、久しぶりにベーゴマ売ってるの見た、ね、今売ってないもんね、剣玉も売ってるし、おあ、いい路地があるよ、ちょっといい感じ、いい感じ、ね、いい感じ、行っちゃおう、行く、うん、行ってみよう、すごい細いね、なんかいい感じ、ね、あ、なんか昭和のなんかドラマに2時間ドラマとか出てきた、あるだよね、さっきも言ったけど、こち亀だったらね、こち亀すごいここすごい勢いで、りょうさん走って、あ、また看板が、本当だ、やっぱね、いろんなところにあるね、ローマの休日だ、もう、あのほら、下駄の音がカン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 、あーね、え、すごい昔ながらのなんか、お豆腐屋さん、豆腐屋さんだ、へぇ、いいな、すごい、あ、なんか匂いがなんかお豆腐する、いいね、うん、あ、この、あ、わかる、あ、わかる、今これね、これ、いいね、もう一回歩いてきて、春子の後ろから、いいね、これいいね、これいいね、これしかも下駄で、下駄で歩いたら余計もっとなんか、そうだね、なんかちょっとなんか昭和ってね、ちょっと夏っぽいイメージ、わかる、ショッパーの中に浴衣とか着てて、そうだね、ここに来た瞬間トークもなんかのんびりしちゃうな、そうだね、いきなりなんか周りの雰囲気にね、誰も来ないじゃん、今日どういうこと、本当に、あ、自分だ、あら、りむちゃん、どうしたの、え、お母さん、どうした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 、やだ、どうした、どうした、こっちがどうしたの、こっちがどうしたの、大丈夫なの、砂利にやられたの、砂利にやられた、どうした、りむちゃん、今日、一人でクスタンス編集できるぞ、あの、今日、みかちがお休みで、ちょっと、はい、でもそっち大丈夫ですか、あ、全然大丈夫、大丈夫、よかった、りなちゃんこそ大丈夫、大丈夫じゃないよ、じゃあ今日私が付き合ってあげる、あ、本当、本当ですか、嬉しい、じゃあ今日は、今日は2人で進行していこう、はい、でも、あれ初じゃないですか、ゲストも出たことないですよね、まだですよね、そう、初めて、なのに進行してる感じですか、そう、ミカチーの大役で、これ小原はるかパターンな感じがするよ、どうしよう、怖いわ、いや大丈夫、大丈夫、同じはるかで、大丈夫、大丈夫、こっちは大丈夫、こっち大丈夫なはるかですか、そう、あー、そっか、こんにちは、こんにちは、一般の方、お邪魔します、一般の方、ちょっと一般の方、あらら、あ、ちょっと、あの、一応これでも AKB48 の新人、あー、前回と同じ2人か、あ、了解、了解、すいません、すいません、すいません、なんか間違えちゃった、あ、なんだ、なんだ、はい、え、あ、ゲスト、ゲスト、あ、ゲスト、ゲスト、もし気づいてないから、オッケー、オッケー、大丈夫、ゲストに呼ばれたんですけど、私、あ、了解、呼ばれ、若干聞いてます、今日若干聞いてます、あ、よかったよかったよかった、ということで本日というか今月のグッサンさん編集できるぞのコーナーのゲストは平沼なつみちゃんです、イエーイ、どうですか、どうですか、どうですか、グッサンさん、いや、なんか、うん、この何とも言えないこの感じ、そう、ピクニックシートじゃなくて真っ黒、なぜに真っ黒か、若干ツボ押し的な感じでまたいいと思 う、ね、しかも今月なんと台本なしということで何も書けないもん出ちゃった感じです、ね、そうなんだ、何も書けないですね、全くなしです、いつもあるんだ、いつもあるんです、大体、うそ、あの、いや、流れですけど、流れが大体決まっただけなんですけど、 あるんですけどね、うん、今日なし、本ない、うん、全くのフリートークっていうことで、おどうですか最近とか、最近近況報告的に、いや、私本当に久しぶりのプラス10で、うん、ちょ高まってたら、しかも今回ゲストで呼ばれたじゃん、そうですね、そうですね、もうずっとあの編集できるぞ、うん、なんか楽しそうだなと思ってみたの、このなんか自由な感じが、うん、そうですか、そうでもいいです、だってみんなだって立ち上がると切れちゃうんだよ、体が端っこで、そうです、だからもうあれとかもう最強と思って見てた、ね、ちょっとちぎんないそういうの、いや、さっきいつもこのジャージもしや、あ、これ私物ですね、ねねねね、あのさ、これさ、ごらんこれ、
強く持って、はい、じゃあこれイエスさんやらせないとこういう感じ、イエスさんズボン、イエスさんズボンでやらせよ、で切れた方が負けみたいな、よしスタート、これ割と切れやすい草だし、しかも、うん、あいかった、これはね頭使うんだよ、ゲストウィン、悔しいのでももうそろそろ次行っちゃいます、はい、ということで今日もたくさんお便りが来ております、ですね、そうだな、どれがいいかな、先に決めといて、そういうの、そうだね、確かにね、ちょっと何回もやってんの、俺ちょっと面白いのを見つけてしまった、俺はね、あのねペンネームもぐもぐさんから、はい、何のフルーツに生まれ変わりたいですか、なんでそれ聞きたいと思ったの、僕はねやっぱりメロンかな、サッシードリアにはならないでね、ドリアンと間違って、あのビーフォースでドリアンのキャラクターになりきってるんですけど、ドリアにはならないで、食べます、ドリアンってこれは負けだ、こっちは負けだ、ドリアンはグラタンだね、ドリアンにはならないかな、ドリアン公園の、まあ、ドリア、うん、最初はね、こっちはドリアだから、うん、そう違う、こんなの来ちゃったよ、こういうコーナーなんですよ、あ、わかりました、わかりました、何のフルーツに生まれ変わりたいですか、いや、私は一番好きなのが、なんか皮まで食べれる、でももしぶどうみたいな、皮食べれる、皮まで食べられたら嫌じゃないですか、自分が生まれ変わったら、うん、そんなとこまで食べちゃう、みたいな、え、じゃあ、そんな芯残してほしい、そう、だからそんなとこまで考えて、ちゃんとフルーツに生まれ変われるなら、うん、あー、じゃあ、うん、じゃあリンゴにしよっかな、そう、いやリンゴなら種残る、うん、残すじゃん、うん、そこまた生まれ変わるみたいな、永久滅的な、そういうの求めてる、そうやね、ベストさん、そういうの求めてる、あ、求めてる、オッケーオッケー、なんだろうね、あと、そう、ビワって言おうと思ったんだけど、ビワだと本当に、うん、何も残っちゃわない、残んないから、なんだろうね、あの、一応アイドルなんですけど、こういうの一応アイドル番組、結構ね、結構痛い、とりあえずここ腹傷つくから、ほんと自由、だって今日、カニも刺されたからね、そう、カニ3匹刺されてます、本日、もうね、いいじゃない、痛がいよ、でね、そう、あとチェリー、アメリカンチェリーになりたい、おお、意外と変身です、そうそう、あれ好きなの、今一押しなんですよ、今一押し、一押しずつ、やっと来たって感じじゃない、そうだね、そうです、9年経ってみたいな、あれ今さ、平成9年じゃない、全然平成今21年よ、もうね、プラス10だからって何でも許されると思ったら大間違いダメダメ、よろしくお願いします、何でも許されるかと思ってきちゃった、で自由、何でもやっていいから基本的に、はい、まあ、編集できるぞなんで、あ、そう、編集できるぞ、これやってみたかったんだよね、編集できるぞ、えい、やってみて、 OKOK、 ですね、なんかね、そうだな、難しいな、やっぱね、もぐもぐさん強すぎだな、何のフルーツに生まれ変わりたいですか、強かったな、ちょっとあれずるかったな、ちょっとどうしよう、さ、保育園の頃のさ、将来の夢でさ、うん、なんか、あの、草になりたいとかさ、カニライスになりたいって言ったらさ、そういう感じだよね、うん、あれ、俺はあれだよ、カリン島になりたかったよ、ちなみにマジで、だから さっきからちょいちょいなんか俺って言っちゃうのは、うん、多分ね、普段 MC で、あの、片山さんと絡んでる時にそういう口調になっちゃうんですよ、俺って言ってる、でもあれはそう、別人はずなんですよ、公園でそういう MC があって、片山さんと一緒にやってるんですよ、渡辺さんと、うん、だから、片山さんの顔見て喋ったら俺って言っちゃう、もう職業病です、職業病、職業病です、職業病、完全に職業病です、言えない、言えない、ここで言えなきゃダメでしょ、職業病、ペンネームミシアンさんから、おう、うん、自分の母親が SDN48、 あの、サタデーナイト48、夜10時からやるやつですね、うん、のオーディションを受けると言い出したら皆さんはどう思いますか、私は絶対に嫌ですが、嫌ですがって嫌ですがって言われて、え、サッシーのママはどうなの、やりそうタイプ、え、絶対やめてください、私の親は全然そういうタイプじゃないから、うんうん、やられたら本当に困りますね、うちの親はぶっちゃけネタにならないほど普通の親なんで、あの、全然ね、そういうの無理なタイプ、普通すぎちゃうだから面白くもなんともないから、そうなの、やめてほしい、面白かったらいいけど、どう、私の見た目、顔のみなら平気だと思うけど、でも運動神経マジないの、なんかすっごいドジで、例えばね、あ、ちょっと待って、あの、ね、チャイムマッチ、チャイムマッチ、あ、チャイムマッチ、待って待って、チャイムマッチ、これはチャイムマッチ、チャイムマッチでちょっと待って待って、なんていうバレちゃうね、今ね、ちょっと、こっちにバイケーゲーで、バイケーゲー、私のお母さん、
例えば、うん、カメラ撮るよカシャって自分撮ってんのこっちにレンズ向いてるような人全く撮れなくなるんですよ。しかもそれね普通のカメラなら分かるよ、うん、まだ、うん、あのインスタントカメラ、うん、デジカメにそれやったからねもうほんとこいつお茶目何やってんのね。だから多分、うん、もし出たとしても、うん、あの小林からもチーム B のもしくは浦野和美的な存在的な存在だけど嫌だ。いやでも美味しいです美味しいけど、うん、自分の絵がそうだと嫌だ。ちょっとね身内的には恥ずかしい。嫌だ恥ずかしい、ね、だからちょっと拒否ます。はい、いやうちも正直出しても普通だから出てほしくはないけど、うん、ちょっと見てみたい。あーそう分かるかもそれ親が踊っているのをちょっとね見てみたい。切なくないでもなんかちょっとあ確かにね親が一生懸命そう嫌な気持ちになっちゃう、うん、でもちょっと運動会の時のさあの必死感計算とは見てたらみたいな私ああいうのみたいな泣きそうになっちゃうんだよね。なんか分かるなんかああ頑張ってる分か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 る。だからねよくないんだよね。皆さんやりたい喋りたいものとかありますか。あこれやっぱいいと思う。そうです。じゃあペンネーム、招き猫さん。あ、招き犬。招き犬。うわ、悔しいですあー、マジ。あー、プラステンアイドルには、招き犬さんがですね、はい、プラステンアイドルには条件や定義があるのですか。この間まではサッシーのことをプラステンアイドルだと思っていましたが、自分の中では、汐留だけでなく、N〇K の番組にも出演した人をプラステンアイドルと呼ぶのには抵抗が。自分は CS 放送をお会いしていますから。これスタッフさんじゃないですか。これ投稿者これ身内じゃないですか。あのなんかえでもこれはこの人やっぱ嬉しいよね、うん、あのプラス10見てくれてるってのは嬉しい、うんうん、でもそんなこと言ったらちょっと前までプラス10アイドルとか言ってた柏木さんなんて T-S とか見てるし別にそんな定義とかないと思うし今私がプラス10で今精一杯やってるからそれでいいと思うんですけどどう思いますか。でもさサシリアルに裏で、うん、私はプラス10が全てですって言ってるよね。なんかそう私ね本当にプラス10大好き愛しているんです。写真的にはなんか条件や定義的なあ、愛私だって好きです好きです心から愛していますよとっていうぐらい好きだからうんもうあまあそんな感じ、まあ、ちょっと滑ったけどでも見て確かにチーム B の楽屋でなんか、うん、あの今日プラス10の収録だったのとか言って、うん、いいなどこ行ったのってすぐなんか、うん、ねなるなるなんかみんなプラス10好きなんですよ、うん、このなんか独特な空気感がたまらない緩いそう緩い感じそうチーム B 特有のねなんでもあり、うん、何でもありな感じ確かにいいですよ、うん皆さん逆にプラス10でしてみたいことがあります今。いや私は、うん、あの逆にこういう編集できるぞみたいなのに、うん、でやってみたかったのだから逆にこれ今回出てちょうどしい嬉しい嬉しいこの何とも言えないこのシュールそうそうそうねこの河原でみたいなそう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 私ねそう最近ねそうカニ釣りハマっててカニ超地味でね超シュールなんだけどカニ釣りなんか釣り堀でさやってたじゃん、うん、本当は朝しあそこに出たかったのね、うん、あの有名なさ市ヶ谷でさ、うん、呼ばれなかったわけ呼ばれなかったんだよだから葛西臨海公園の海でカニ釣り、うん、あ個人的にしちゃったそう個人的にこないしちゃったけどカメラ回ってないカメラ回ってないってことでしちゃったそうしちゃったカラミンとね、うん、カニ釣りね行ったんだよねそれプラス10でやりたかったねぜひねそうやりたかったということでですね、はい、でもねぶっちゃけね指原に言ったら何でも通るから、うん、マジでそうなのこの間のこの間のアルパカあったじゃないですかあーメインコーナーラブタンとかが言ってたよねメインコーナーのアルパカ指原があの昼ご飯の時にポロッとアルパカみたいなって言ったら通った企画なんだ、うん、マジやばい何でもありだね権力あるんだよ私割といや指原割と何でも言ったら通っちゃうんで、うん、どん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 ラストでやっちゃいましょうやりたいことあるなら、うんね、やっちゃう何でも OK ということで、うん、今月のグッサンさん編集できるぞのゲストはレズノマ夏美ちゃんでーしたーイエーイ何だろう今日見勝ちいないよ指原普段あんまり知ってないからこのコーナーでちょっと緊張しちゃって、うん、まあそしたら髪まくりしたもんね今日もね髪今日ね普段以上に噛んでたからそんなねフォローのしてくれた片山はるかちゃんでーした。イエーイ、ありがとうございました。ということで、今月のグスタンさん編集できるぞはここまでです。バイバーイ。バイバーイ。AKB48 プラス10。まあ割とちょっと昭和を発見できたよね。で待って、発見の次は体験もしてみたくない？あ体験？ね、うん？体験。体験ってどういうこと？タイムスリップする？何言ってんの違う違うえ平成生まれの私たちも昭和体験できるのあるでしょ、うん、あれあれあれあ、
もしかして私みたいにコスプレするってこと？なんかサザエさんとかそういう感じ。何乗っちゃってんの？平島さん乗っちゃったらもう誰も収集つかなくなっちゃうから、あのね、違くて、あの、今ね、私たち必要なの昭和の笑いなの。平成に昭和の笑いを蘇らすんだよ。やろ？昭和の笑いを。じゃあやろう。いいよ、やろう。いいよ。はい、ということで特設ステージを用意したんで、ちょっと早速私からね、行っちゃいたいと思います。皆さん、昭和のないドリフバリの大笑いと大拍手よろしくお願いします。はい、行きます。ガチョーン。中川お前面白いと思ってないだろ。面白い。面白い？じゃあちょっとダウン続いちゃおう。次誰行っちゃう？じゃあさっきちょっと面白いハルゴやってよ。ダウン。マジでね。特設ステージ。ここから始まるんでしょ？そう。それかこのドヤ顔から始まる。じゃあ次ちゃんと見てね。ハルゴ多分笑うよみんな。ブン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 面白い、ちょっと面白い、ちょっとブンブンブン意外性がある。ブンブンブン長い、よいよダッダッダリフの大爆笑。面白い、完璧です。完璧。ほら、これ続けるみんな、大丈夫。じゃあ次、じゃあなっちゃん行きますよ。はい、行きます。若干身長がちっちゃい。ドヤ顔完璧です。じゃあ行きます。カットちゃんペいいよ、いいよ。やりきりが、やりきった、やりきった、やりきった、最高です。いや、いいね。いや、ここで昭和の、お母さん、お母さんのやっぱここね、最後はね、昭和のお母さんのね、本当になんかちょっとレベル上げようなこと言わないで。どうしよう、何しよう。母ちゃん、俺らがお母さん、お母さん、よろしく。お母さん、よろしく。身長足りる、大丈夫？ちょっとね、ちょっと手がね。じゃあ、ちょっと行きます。あ、ちょっと3、2、1って言ってくれる。はい、はい、じゃあ、さしよろしく。3、2、1いらっしゃい。すごい、いいでしょ。超素晴らしい。いいよ、いいでしょ。みんなやりますか。みんなやりますか。いいね。完璧だ、完璧。楽しい、楽しかった。楽しい。やろう、もう一回やろう。もうやる？いや、もう一回やろ。お母さんもいい。え、お母さんもいいよ。楽しかったじゃん。お母さんもいい。サッシーも、うちら3人もみんな楽しめるの？最後に行くやろうよ。え、え、やろうやろう、楽しかった。最後？うん。ちょっと、ハルゴちょっと来て、ハルゴ。ハルゴいいから。ちょっといいから、ハルゴ聞いて聞いて。はい。ちょっと待ってて。え、何この流れ。この流れ。ベッタベタな感じじゃない、この流れ。何？え、何何？オッケー、大丈夫？サッシー、はい、サッシー来て来て来て。うん。サッシー来て。じゃあハルゴン準備して、ハルゴン準備してきて。目差し、サッシー、サッシーは今から絶対後ろ向いちゃいけないから。え、なになに、本当にダメだよ、ダメだよ。はいはい、ここでストップ、ストッピング。はい、いくよ。なになになに、いくよ、母ちゃん。なになになに、サッシー、後ろ後ろ、サッシー、後ろ後ろ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 、後ろ向いちゃダメだよ、後ろ向いちゃ、後ろ向いちゃダメ、後ろ後ろ、サッシー後ろ、後ろ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 後ろ、クジャク。こんな可愛いハルゴンだから許してあげて。許してあげて。今日特別に楽しかったからしょうがない。ちょっと面白かったし。面白かったでしょ。貴重な体験じゃん。貴重な体験だ。昭和の気分になれた、なれた。おお。AKB48 プラス10。ここで私たちからお知らせがあります。私たち AKB48 の新曲『涙サプライズ』が6月24日にリリースされます。イエーイ。しかもカップリングには今年の AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100、2009年見事第1位に輝いた初日もカップリングとして収録されています。はい、その曲はですね、チーム B が歌ってるんですけど、すごい思い出の深い、思い出深い曲になっているので、ぜひ聴いてみてください。涙サプライズと、そして我らがチーム B の代表曲初日もぜひぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。そしてなんと8月22日、23日に日本武道館でライブを行います。イエーイ。
いやー、初の日本武道館ですよ。ねえ、来たね、ついに武道館、ね、でかいけどね、うん、ぜひぜひ、うん、ねえ、ちょっと、いろんなとこ、ちょっとあそこ大きいからさ、そう、駆け巡りたいよね。そうね、ね、ね、ぜひそちらもよろしくお願いします。今日どうだった？いろいろ昭和について見てきて、うん、春は、うん、なんかね、うん、すごいなんか昭和って、うん、看板がすごい多いんだなっていうのと、うんうん、あともう一つが、うん、この針線を使って、うん、あの昭和のギャグをできて、うん、サッシーをバンってできたのがすごいもう印象深いなって思っていますはい、ね、なっちゃんはあのいろいろ、うん、あの昭和の漫画を見れたのも楽しかったけど、うんうんうん、やっぱここでみんなで一発芸やったの、やっぱこれだよね。最後さし本当ごめんね、でも楽しかったみたいな。楽しかった。でもね、そしたらもうやられてみて、うん、楽しいと思った。なんか、うん、やる方も多分楽しいと思うけど、うんうん、昭和の笑いは奥が深いなって思いました。あ、いろいろ知れてよかった。母ちゃんは？私はね、本当になんかもう雰囲気、街並みというか、うん、もう建物の中のなんていうの作りが本当にもう落ち着く感じで、うん、あ、そう、匂いとかもね、そう、今もこの公園もなんかこの なんとも言えないこのなんか電球がさ、この裸電球ってさ、うん、でもそういうところが本当にあ、いいなって改めていいなって思ったね。ところで母ちゃん、次回もこの格好なの？普通の女の子に戻ります。そういうとこまで、そういうとこまで使うの？そうだね、こっちもまあ昭和の気持ちになっちゃって、ね、そうだね、はいはい、というわけで今回の AKB48 プラス10はここまでです。次回もよろしくお願いします。またねー、またねー、バイ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 。